彼を知り、己を知れば百戦危うからず。6番メジロアルダン、6番人気です。これ以上ない仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。のレースを勝ち抜き、残すはこの一戦のみ。アリエス杯決勝。現在1番人気は二冠馬娘東海帝王、続く2番人気はここまで無敗二冠馬娘ミホノブルボン、注目のグランプリ馬娘メジロアルダン、6枠6番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。トロって綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて、2番手はメジロマックイーン、すぐに続いて東海帝王、その外並んでマヤノトップガン、5番手メジロアルダン。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマヤノトップガン、さらにメジロマックイーン、東海帝王、この位置につけています。メジロアルダン、5番手外でキングヘイロー、内の方からオグリキャップ、そしてグラスワンダー、後ろプシアマゾン、意気揚々と先頭を行きます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身、先頭は依然ミホノブルボン3馬身リード、続いて東海帝王、メジロマックイーン、並びかけてきた、少し後ろからマヤノトップガン、キングヘイロー、並んできた、少し離れてメジロアルダン、オグリキャップ並んでくる、そしてそのうちグラスワンダー、2馬身差シアマゾン。ミホノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。追いすがるキングヘイロー、ミホノブルボン先頭はミホノブルボン、これは強い、残り200、これは強い、ミホノブルボン、足色は衰えない、ミホノブルボン、リードは2馬身、1着はミホノブルボン、最後意地を見せて栄冠を手にしました。優勝はミホノブルボン、頂点に立つにふさわしい走りでアリエス杯を制しました。2着にはキングヘイロー、3着はキシアマゾン。速度の最適化に成功、完璧な勝利完了です。そのまま突き進め、涙こぼれて走り切る。
勝利かつてない時代その中心に立てる私響かせよ予感かもどこまでも遮るものもない地平へ開かれた未来はもう揺るぎのないベース天井で幻想を称えてる I got blind and inside 笑顔見せて刻まれた名前ヒストリー